FM ギヌワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本日2月6日月曜日、はい、記念すべき第20回、はい、おめでとうございます。はい、でこちらの放送日がですね、うん、2月13日月曜日を予定しておりまして、はい、はい、翌日がバレンタインデーとなっております。うん、はい、バレンタイン、はい、誰かにチョコをあげる予定はあるんですか？あ、今のとこないです。おい、あります。隣におるだろう。あ、あります。叩かれるよマジで。あ、すいませんすいません、すごい、マジで言ったの？嘘でしょ、ボケじゃなくてマジで言っちゃったごめんなさい、本当に普通に言ってしまった。いいいい、はいはい、まあそんな節目の20回ということでね、今日は、毎週木曜日かな、うん、午前中10時半から放送をしています。はい、我らがハピワン、はい、ハピワンのラジオ、うん、デイジチャーコロビーカフェ、デイジチャーコロビーカフェ、はい、あの男が、あの男がゲスト出演となっておりますので、この後登場すると思いますので、皆さん、はい、はい、どうぞお楽しみに。お楽しみにです。はい、自由奔放な人なんでね、うん、うん、今あのそれを行儀よく黙ってくれてますけれども、生け捕りしてきたんで生け捕りしてきたんで、いつもはねこの時間眠ってるお時間だっていうのにね、うん、それを生け捕りしてきたんで、あの眠らずにこの時間まで耐えて、あの、うん、ゲストで来ていただいてるんでね、ね、はい、いろんなお話聞いていただければと、あ、いければね、いければいいなと思います。はい、まあ2本撮りなんですけれども、1本目はあの通常通り、うん、メッセージの募集もしてたんでね、うん、そちらを、取りまして、うん、翌週用の2本目はね、そのゲストさんのいろんなことをちょっと根掘り葉掘り、プライベートなところをごっそり拾って聞いちゃうの答えるか分からないけどね聞いちゃうのね、はい、では、本日も短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人が、今日は3人でですね、はい、テーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますので、番組の感想とかお寄せください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では、テーマの方に入っていきたいんですけども、はい、まず先にですね、うん、ちょっとメッセージが届いておりまして、こちら読ませていただきます。はい、はい、夏実さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。お初です。初めてメールを送るのでちょっと照れます。はい、お二人のお話をいつも楽しく聞かせてもらってます。トークの掛け合いが漫才みたいで、毎回すごいなと思います。僕も入って漫才したいな、うんうん、さてそんなお二人に質問ですが、僕もメンヘラ男子で、うん、お薬のコンサータ36mg×2錠を毎日爆飲みしているのですが、うん、毎月お薬をもらう薬局の受付の女の子が、
僕の大学生の時の後輩でちょっとだけ恥ずかしいです初めてお薬をもらう時はやばいと思って、うん、逆にいつもより明るく接してなんか変な感じになったことがありました、うん、今ではまた来たかって感じで大丈夫ですが、お二人はメンヘラあるある的な気まずかった出来事はあったりするのでしょうか。気まずかった。それではお体に気をつけてラジオ頑張ってください、メタリカ一作さんより。ありがとうございます、はい、メタリカ一作さんありがとうございます。はい、まあ、メタリカ一作さんは夏美さんのお友達といいますか、はい、沖縄県内で、芸人さ ん芸人さんね、もう地下もどっちかの芸人さんなんですけどね。どっちか、どっち、もうドドドドド地下みたいな。あ、地下、うん、地下芸人ってこと、うん、あ、でも結構頑張ってるよ。アングラでね、ちょっとやってはいるんですけど、地面から頭出てるよちょっと出てるめっちゃ出てるそういうメッセージいただいておりますけれども、はい、と同時にゲストのこの方をご紹介したいと思います。はい、はい、お名前をどうぞ。はい、マスクマンですこんばんは。こんばんは。第1回目の初心に戻りましたしこたまらないかい違います、つびっこで国語辞典を読んどきます。なんか懐かしい、懐かしいね、懐かしい懐かしい、声が変わるやつ吸ってきたんか。そうね、ヘリウム的な、生け捕りした時にちょっとガス吸わしたから、そうそう、お薬いっぱい飲んだから声変わりしちゃった。あ、そう、自由だねそうですね、自由だね、はい、ではマスクマンにも先ほどのメッセージでお伺いしたいですけれども、質問があったようにメンヘラあるあるとか、メンヘラあるある、気まずかった出来事はありますかということなんですけれども、メタリカは大好きでね違うメタリカでしょ、多分それ違うメタリカだよねスラッシュメタル下戦闘と言われている、メタリカ大好きだね。直接言うとアンスラックスの方が好きかな。そろそろまともに普通に喋っても大丈夫です。スイッチ入っちゃったみたいでもオダ絶対違うメタリカの方言ってるし、いや、メタリカさんも会ったことありますよ。ありますよね。あるよね。あなたに打破されて、あ、そうなんですか。連れてかれて、どん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 。連れてかれ、連れてかれ、連れてった、連れてかれて。あ、一緒にライブ見に行ったことがある。ああ、あるある。捕まった宇宙人のようにこうね、こうなってね。はいはい、はい。実は裸の猿だったらしいですね。有名な写真。あ、そうなの。うん、そうらしい。知らんし。そうなの。有名な写真ですよね。有名写真、捕まってこう。はいはいはい。まあなんかそんな感じで裸の猿が気になってるんだけど、裸の猿って何？毛抜かれた猿だったらしいさ、宇宙人が捕まった写真があるんですよ、昔のやつ。そうそう、偽造だったっていう噂が、偽造だったって、うん、ある、うん、どこまで本とか、まあ信じる信じないはあなた次第みたいなところだと思うんだけど、そうなんだ、そういう逸話というか、うん、あれもある。まあメンヘラあるあるからかけ離れていって、あ、かけ離れてた、宇宙あるある、 UFO あるあるみたいになってる。いや、なんか UFO に誘拐されたんですよ、薬飲みすぎて。それなんかメンヘラあるあるじゃない、メンヘラあるあるじゃない、そうそうそう、宇宙人と友達なんですよ。メンヘラあるあるだよ、それも。ヤオイさんとかカゼットお母さんとか仲良くしてほしいなっていう願望があります。あは、うん、自分がそうだね。あ、カセッタお母さんと一緒にカセットテープで宇宙人と会話せるテープ作りたいですよ。カセッタお母さんって誰だ。カセッタお母さんが分かる。ヤオイさんはまだギリギリ、ヤオイ純一さんです。カセッタお母さん知らないの。知らない。宇宙人と友達で宇宙人と交信してる人で。知らん知らん知らん。知らない、うん、丹波哲郎。いや、丹波哲郎はまた違うだろう。あー、丹波哲郎もいいね誕生日が一緒なんだよね。うん、あ、そうなんだ。大霊界のねそうそうそう、ちょっとスピリチュアルなことを言う。すげえギンギラギンの名前何だったかな、あの人、鈴木その子。みんなでみんなで同時に喋ってから食い違っているよね。わかりました。同時に喋っておかしくなった。ここ辞典読んどきます、はい、まあでもとりあえず、はい、2月13日が放送日ということでね、バレンタインデー、テーマがね、バレンタインデーの思い出ということで、うん、注文というかね、皆さんに、メッセージの募集したんですけれども、うん、いくつか届いてますので、まず僕の方から、うん、紹介させていただきます。はい。ラジオネーム、かねさんから、うん。ありがとう。青春時代はチョコがもらえるかなとワクワクしていましたが、うん、
つの間にか今ではアプリゲームの新キャラが出る日とワクワクしています。昔はお菓子メーカーの戦略に踊らされ、今はアプリゲーム会社の戦略にまんまと踊らされていますということです、うん、あのマスクマンはアプリゲームとかやります？全くゲームしないんですよ。あ、もう昔から。そうそうそう、うちのニーニーたちが2人いるんですけど、2匹ほど兄上がいる。2匹って言い直さなくても猿に引っ張られてるんじゃないか。大丈夫、2タイプとかでそうなのがいいんですけど、その方がめっちゃゲーマーでしてね、もう廃人一歩手前ぐらいまでゲーマーでしてね、僕は引いてましたね。ああ見て、見て引いてたら、この馬には飛びで抜けてることは難しいなという、はい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 、かなり初期のファミコンゲームからやり込んでましたからね、うちの兄に。あ、そうなんですか。あの通行マイクであの応援を呼んだりとか。そうそうそう、まあまあまあ、そこはよくわかんないけど、ね、僕がやってないから、まあまあ、本当に昔のそのね、本当に初期のドンキーコングとか、はいはいはい、南極なんとかとか、そんなのやつ、アイスクライマー的なやつ、そうそうそう、そういうのをね、 あんなのからやってるからね、はいはいはい、すげえよなと思うんですけど、今ね、あのカセット、あのパソコン、うん、本当初期のパソコンもやってて、うんうん、カセットテープでフロッピーディスクで、フロッピーディスク、フロッピーディスクでカセットテープで、その前に、はい、カセットテープでピーガーって再生した音がするわけ、はい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 、それを僕は曲作りするんでカセットテープの MTR に使って、あ、うっすらピーガーが聞こえるっていうね、はいはいはい、そういうことがありました、ね、へえ。じゃあもう本当にゲームはやらないで、そういう、そ う, そ, うそうだね、今の要約するとゲームはやらないってとこだよね。ゲーム音楽みたいなのを作ってるみたいな現状があるんですけど、じゃあ全然このアプリゲーム会社の戦略に踊らされるみたいなことは、いや、ウマ娘は好きよ俺も好き、うまくない、うまくない、デザインは好きよ、はいはいはい、内容は知らんけど、なるほどなるほど、あ、デザインだけ好きだね、そうだね、萌え萌えキューいや、怖いよ、怖いよグーへへへ、はい、じゃあ次のメッセージいきたいと思います、はい、どうぞ。ラジオネーム夢をつかぽんさんから、お、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、我々の仲間ですね、はい、はい、自分はバレンタインの日には逆バレンタインといって逆に女の子にチョコやクッキーをあげることがある、うん、以前前の職場で一緒だった子にプレゼントをしたらプレゼントの交換会みたいになってちょっと楽しかったです、うん、モテない男なりに考えた女性への俺の優しさ、キザかな、かっこ笑いだそうです、うん、わろとけわろとけ、スカポンさんはね、豆なんですよ、ね、サービス精神旺盛だし、ね、旺盛だしね、うん、豆なんですよ、うん、あの微妙な関係の女性がちらほらいるんですよね、うん、それ言っていいやつなのいや、微妙って言うで止めてるじゃないそれ微妙だな、うん、なんかあのね、マネーロンダリング的な活用法みたいな感じで、女性をどっちかわからないけどね、めっちゃ悪い、いやいや、めっちゃ悪い感じに聞こえたけど、いや、違う、めっちゃ悪い感じに聞こえるよそれ、スカポンさんがなんかその、うん、バイシクバイシクみたいな、回せ回せみたいな、車輪を回せみたいなね、でもそこがとてもいい、まあみんなに優しいからね、みんなに優しい、そういう意味で、女の子がね頼って、そう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 君いいね、いやもう本当にもう、いやもうこのね、もう本当奥でここ自体に戻ってます仲のいい2人が急にこれをきっかけにいがみ合い始めたらどうするかね、たまったもんじゃないか、いやそうだね、その可能性あるその可能性あるよね、大丈夫です、メンヘラだから許してそうですね、メンヘラには優しい、ね、現状が聞こえた言うとこ言うとこ、言語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 、この番組自体幻、あ、そうなの、わかんないじゃあそんな、マスクマンはあのバレンタインデーの思い出って何かありますか？え、バレンタインデーの思い出、うん、そうね、バレンタインデーの思い出を、元カノに毎年、うん、モーツァルトのチョコレート
ブランデーみたいなチョコレートのお酒みたいなのをボトルをもらって、うん、ママキープねみたいな感じで時々飲んで陽明酒みたいだなってこうこうこうしてきたなってチョコはそこにいたのいやなんかチョコなんだけどなんか中に入ってんだよねウイスキーみたいな感じのウイスキーボンボンみたいなやつでしょイメージしてるのはあのチョコレートの中にウイスキーが入ってるタイプじゃなくてチョコがちょっと半時計なんか液状でチョコ味 で高級なお酒みたいなチョコで割ったブランデーみたいなそうそう高級なお酒みたいな結構いいやつじゃないですかそういうやつなんだ、ね、なんだボンボンじゃないんだねえこれぐらいのでっかいボンボンこれぐらいのでっかいでキンキラキンキンピカピカリでなんか金メッキみたいなのが瓶に入って愛されてんじゃん愛されてたんじゃん過酷になる今ここから出たくなってきたまだ行かない。カモ系にしよった。愛されて、愛されてんじゃん。愛されてたんですね。まあはい。じゃあ元カノっていうのを思い出しちゃったから言っちゃった。まあそうですね。はいはいはい。お返しに何か返したりとかしたんですか。あ、してましたよ。なんか覚えてるの、ね。ね、あの一緒に食事行ったりとか、ね。ああ、なるほどなるほど。ね。前はね、美浜の方にフリーマーケットがあったんですよ。ありました、ありました。あの、あそこでね、100円、200円で洋服が買えるわけですよ。はいはいはい、はい。それをね、爆買いしてね、なんか、うん、俺継げるだろみたいな、裏顔をしてましたよ。爆買いしても500円くらいって。それ、何のお返しなの？いや、そのセンスでね、はい、いい服を、ね。ああ、なるほど、なるほど。どうぞ。洋服プレゼントってことね。俺色に染めてやるぜ、みたいな。実際着てましたか？着てましたよ。ああ、だったらね、成功成功。心が離れていってからつけなくなったのがショックでしたけど。悲しいお話で変わっていった。ありがとうございます。説明、ロナセン、ロナセン。お薬、お薬で。はい。では、ここで、バレンタインにふさわしい楽曲の紹介をさせていただきたいと思います。はい。はい。今日、紹介するのは、カノエラナさんで、うん、バレンタインの歌。そのまま。はいバレンタインの歌、はい、バレンタインの歌という歌です。聴いてください。地獄へまっしぐら。はい。今は自由に喋っています。胸に響くよ。いやこれね、胸に響くかなって思って聞いてたら、結構メンヘラ的な歌なんですよ。あ、そうなの、うん。だからメンヘラ嬢にふさわしいバレンタインの歌だなと思って、久しぶりに聞いて。何年代の歌なんですか。これ確か2017年に発売されてる。だから5年6年前ぐらい。今日ハピワンで近未来社会のついてっていうトークで話してたんですけど、普天間の集いで。集いで。うん、で、ね、学生さん行くじゃない。あ、はいはいはい。川上さん。はい。23か4なのね。うんうんうん、2003年とか、うん、ね。俺とか金浜さん普通につい最近なんだけど彼女3歳なんだよねまだ記憶もはっきりしないそうそうだね、まあ、本当そうですねそれ考えたら全てだった時代ですよ3歳ぐらいってうちは何歳だ僕らは2003年ですよね、うん、2003年っつったら今より20年前だから10もう高校生ぐらいあ意識あるねじゃあこれ FX のドラッグスが2002年に出たアルバムなんですけどこれが一番僕の中で最高なね、うんはい、そこでわっしょいわっしょいって言った時期に、うん、それがもう20年も前っていうのがびっくりっていうのがね時の流れってすごいですよね、うん、振り返ると今日中さんとも話してたんだけどいつの間にか大丈夫これ YouTube 用だから説明伸ばせ YouTube の方が残るやつだお薬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 現実を今日もマスクマンは見ないっていうことでまあなんか、うん、なんだっけ年いろんなものの年を超えていってるっていう、うん、マスクマンは、うん、だからジョン・レノンのね年をいつの間にかもう超えてて年上になってしまったっていう、ね、ジョン・レノンよりジョン・レノンよりはるかに年上になってしまってるなんでジョン・レノンってなんでこのどんどんなんだろうね。例がまたスタジオで怪現象がスタジオでお気づきだろうか。お気づきだろうか。夏美さんの顔が眉毛が2センチほどにシワが寄っていること。じゃあちょっと曲戻していきます。はい。どうもすいません。もう本当すいません。
例の皆さんごめんなさい。はい、聞いていただいているのはカノエラナでバレンタインの歌ですね、うん、こちら2017年発売されたサードアルバム、サードミニアルバムカノエ暴走に収録されていた楽曲で、うん、なんかバレン曲の内容がね、ちょっとバレンタインデーに全く興味がなかった女の子が、うん、初めて手作りのチョコを好きな人に渡す感じで始まる感じの、うん、ふわふわ甘々な楽曲かと思いきや、うん、思いきや歌詞をよく聞くとね、うん、メンヘラ感満載でエグいのよ、うん、作ったチョコに自分の唾液だったり、うん、小指の爪を刻んで入れてたり、うん、あ手首の血液、手首の血液混ぜ込んでそれを食わす、お宝がそうです。いやこれ分からんでもない。嘘でしょ。財宝が怖いけど、いやこの女明らかにメンヘラだろって感じがする歌になってる、だからなんかメンヘラ嬢にふさわしいかなと思ってチョイスしました。昔の漫画でお天気お姉さんっていうのがあってね、お天気お姉さん、そういうことをしてたよ。お天気お姉さんがね、エロいやつでそれもしかして。エロエロと暴力と笑いあエログロバイオレンスみたいな、桜の歌っていうのが名作なんだけど、私言ってたの、はいはいはい、それの次次回作で、うん、これもまた問題作っていうか時代を切った一作なんですけどね、うんうんうん、まあ、うん、まあ興味の持った方はブックオフかアマゾンで購入。鈴木アブエブで、ブックオフでも購入できないと思うけどね、あれね、もうね、あ、そうなんですか。91年とかそんぐらいの作品だから。あ、でも、うん、ケントさん年上になったよ。ケントさんも未だにあの切った爪とかくれないんですよね、夏美に。くれるわけないだろう。怖いよ。あげてみたら。ポリポリ食べてるの見たらどうします。え、入院。あ、じゃあ醤油でも渡したらいいんじゃない。あ、これ味付けた方が美味しいよっつって、フライパンでカツレに揚げてみて軟骨みたいにして。そんな嫁見たくないですよ。それとかコーンの後ろに刺してそれを焼いてとか。やめていただけますか。はい、ではエンディングいきます。あ、もうエンディングなんですね。はい、メンヘラ城エンディングのお時間がやってまいりました。今日はなんかいつもよりあっという間な感じがしましたね、はい、あっちゅう間だな、うん、あっという間だ、マイクから離れて喋るんだ、あっという間だな。はい、かけるさん、はい、やっぱ3人でやるとトークが弾むというか、やっぱキャッチボールしながらね回っていくから、うん、こっちに冒頭、うん、あっちに冒頭、こっちも冒頭、スタジオで怪現象もあったしね。あれ何だったんですかね、途中でね、どん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 って、うるさすぎたのかな、うるさいのかな。そこにマスクマンがこんな防音が施された中で、ねえ、こんな収録していいってとこだから多分平気だと思うんだけど、やっぱりスタジオで怪現象は、あ、そうだね、まあ、何かメッセージが、ね、お気づきだろうか。いいな。なんか収録したのをね、後で聞いたらなんか声が入ってたりして、金ちゃんヌードル美味しいよとかね、それですごく和むね、なんかね、怖くない、目玉の親父の声でね、金ちゃんヌードル美味しいよって、うん、発売中とか言ってたよ。どこのスポンサーだったの。金ちゃんヌードルはまあいいです、たまに食べたくなるね。うん、美味しいよね、あれね。美味しいね。あれさ、煮込むとめっちゃうまいって。へぇ、煮込むの、煮込むの、煮込むんだ、煮込むの。なんかテレビとかでチーズ混ぜたりとか、なんかフォンデュッシュみたいなのにやるとか、カップヌードルとか即席麺とか、うん、そうすると一工夫でめっちゃ豪華なセレブな料理になるみたいな。へぇ、やってたね。チーズも入れてもいいんじゃないかな、煮込むと美味しいのよ、みたいな、なんかやってたね、うん、いいよね。いいね、あ、はい、あ、そうだ、なんか2月13日、バレンタインデーの前日ということで、はい、夏美さんからマスクマンにえとあるプレゼントがございます。もらってどう対応するの。また1万円札。いや1万円札、いや、いいんだよ、いいんだよ、ゆきちで。嘘でしょ、ゴミ出してきたよ。ああ、なんか嬉しいかもしれない。違う、これさっき食べたアンパンの、あ、アンパン、あ、もう私アンパン並みですから、もう本当に。あ、ありがたい。感謝。はい、はい、はい。バレンタインチョコのバレンタインチョコのプレゼントです。
なんか屈辱さ。なんで？なんで二人からだよ。ギャラ？ギャラではないですけど。二人からだよ。はい。今日はゲスト出演ありがとうございます。ありがとうございます。はい、バレンタインチョコです。大丈夫だよ。はい、大丈夫だよ。怖くないよ。怖くないよ。食べれるやつだよ。俺たち人間食う。症状ども。どうぞ。感謝って書いてるよ。なんで、だって感謝のごんべんに身代金の身に無駄って書いてる。身代金って書いてる。はい、今日は本当に惑わすっていう字になるね、感謝の感動字ね。あ、ちょっと変えたら心を惑わすっていうか。さすがだね、マスクマン。もう、はい、もうロナセに、なんだなんだ、薬の名前忘れるぐらい症状がひどくなってるよ。コンサータね、コンサータ、コンサータね、うん、スジャータ。スジャータ美味しいよね。スジャータ、おかゆだよ。あ、そうなの、うん、仏教のおかゆ。あ、そうなの。お釈迦様が食べたおかゆ。あ、まあじゃあスジャータということで、はい、あ、はい、それでは今週のメンヘラジオはここまでお開き。今日も元気に病気中中村夏美と中村健太とまた来世マスクマンでした。お薬飲んで寝ろ。まっすぐ、はい、OK、 1本目は OK です、はい。